ようございます。白熊チャンネル、白熊です。今ホテルの駐車場です。これから向かいますね。まあ、まずちょっと確認ですね。まず昨日1日で走ったのは343キロ、そしてまず A だけリセットして、本日走る距離をまた測定していきます。楽しいですよ。昨日もね、いつものね、仲間と会えて、ちょっと食事させてもらって、ちょっとお話させてもらって、すごく嬉しかったです。ということで今日もこれから、まずはコーヒー飲めるところまでちょっと行きまーす。ということで。はい、着きました。着きました。着いたけどです。目的地じゃないです、まだ。まだまだですけど。休憩ですね。ここは、あれがあるので来ました。まあ、未だに私、ちゃんと読めないんですけどね、ここのサービスエリアの、漢字を。あれ、あだたらと読むらしいんですけどね。店はまだ、お店全然やってないですね。あだたら。で、やっぱり、ここへ来たからにはあれを見ないとね。ウルトラセブン、ウルトラセブンです。今年も今回も来れました、ここまで。いやいや、感謝感謝。那須高原、那須高原から見るコペン。いや、ここ来たかったんですよね。なんかあっちかな、有名なところがあるらしいんですけどね。やってんのかな、やってないよね。やってる、あ、やってるか。あ、なんかお土産屋さんだ。ここもなんかほら、こんな、すげえすげえすげえ、子供絶対喜びそう。お店だこれ。お店なんだね。とろりワッフルとかいう、やっぱり観光地だけありますね。すごいわ。はい、着きました。今回の一つの目的地、羽生ですね。羽生サービスエリア。いや、ちょっと早く着いたんで、店やってないっぽいですね。まだ準備中です。これどう見て、これ準備中です。いやー、ここは寄りたかったんでね、ぜひぜひ。ここね、意外とこう見れる場所があって、ここ、これ見えるかな、お薬屋さんの看板なんですよ、ね、ここお薬屋さん。ね、楽しいっしょ、この建物の雰囲気とか。完全に江戸ですよね。鬼平犯科帳かなんかのね、イメージしてるらしいんですけど。
あ、全然よろしいですよ。はい。いや、全然、私もこれからスタバに寄って、それからコーヒー買ってから行こうかなと思ったので、はい、もう出会えただけでめっちゃ嬉しい。今日は視聴者さんと会うことができました。めっちゃ嬉しいですね。さっきステッカーと名刺をお渡ししました。そしてこちらが視聴者さんの車ですね。緑の車です。緑のコペ、緑いいですよね。本当に外車に見える、うん、素敵な方たちでした。めっちゃ嬉しい、出会えたのが。ということで今日はここまでです。ではでは、白熊です。着きました、岩崎京亭さんです。こちら、いやいや、無事着いたよ。先代の社長が、うん、その時期につけた名前なので、当時兄弟三代っていうのが結構あって、はい、一人屋号って珍しくはなかったんですね。へえ。それをみんな兄弟と呼ばずに京亭というところがすごく多くて、で、うちも珍しい京亭京、京亭、はい、その始まりはうちの父親、私の父親なんですけど、初代は、はい、別に私のおじとかおばとかがこの会社に関わったわけじゃなくて、はい、たまたま今の神奈川ダイハツさん、こちらのダイハツの神奈川県のメインディーラーさんですね、はい、こちらが清水京亭商会っていう自転車屋さんになったんですよ。その頃からうちの父親が取引があったので、はい、お付き合いがあったので、このシートだと下げようがないんですね、これ。このシートだともうこれ以上下げようがないんですね、これね。そうですね。隙間ないですもんね、全然。はい、ここはここですね。大黒ふ頭来ましたよ。大黒ふ頭待って、ちょっと今日はトイレまず寄ってな、見るだけね、見るだけで帰ります。ここは私のいる場所じゃないと思ってるんで見るだけで本当帰らせてもらいます。すげえな、でかいよな、あまりのでかさにびっくらだよ。
白くまチャンネル白くまです。あまりカメラを向く余裕が全然ありません。はい、今ようやく鎌倉のところに到着しましたね。いやー、ようやくシートつけ終わりました。調子めっちゃいいです。こうもうね、やっぱり長い間悩んだだけあって、本当にね、今回は、まあ半分ね、8割方レカロのバケットにしようと思ってたんですよ。S6 に乗ってた方のね、バケットのをレカロのやつをね、座らせてもらったんですよ。すんごく良くて、で、あ、これだなと思ってたんですけど、まあいろいろ調べてると干渉するんですよね。まあ干渉するんだけど問題ないよというレベルらしいんですけど、でもなんか嫌だったんでどうしようかなと思ったら、視聴者さんからこちらのシートをご紹介されて、で発注して、発注から1ヶ月ちょっとかなかかって、出来上がったんですよ。カラーとかね、それから一個一個作ってくれるらしいので、でこのカラーは今までこのオーダーされた方なかったそうで、初めてのカラーとか言ってましたね。ちょっと嬉しい話でしたけど、いやでも座って最初第一印象は、あ、背中が楽でしたね。本当に座った第一印象は背中が楽感じでしたね。前のシートはね、だいぶへたっててね、あのお尻の部分が相当下に沈み込むんですよ。でちょっと悩んでて、でそのため背中の負担がすごい高かったんですけども、これはそれがなかったですね。それからあとクラッチ、ほら前から私おかしいおかしいって言ってたじゃないですかね。でダイヤさんに持ってても嫌とかいう話だったんですけど、今回持ってったらですね、なんと一発で、あれクラッチおかしいよって言われまして、岩崎さんに、あ、これ壊れてるんじゃないよ、調整だねって言われて調整してもらったんですよ。治りました。いやー、これメーカーの人おかしいって言わなかったって言うんですよ。メーカーの人おかしいって言わなかったって言うんですよ。いや言ってないですよ全然。あ、そうなんだ。もうすぐすげーと思いましたね。もうその場で調整していただいて、あとお土産までいただいちゃいまして、本当に気遣っていただきありがとうございます。大事に使えますこのシート。いや本当にいい感じですよ。ここの山道、私これね覚えてますね。ポルシェかっけー、あの覚えてますね。ここの山道は覚えてますよ。去年はね、ここ雨の日、ああ去年じゃない、やもう2016年かな、は雨の日ね、反対側を通って横浜へ抜けてたんですね。今回は逆ですね、横浜から鎌倉へ。楽しみですよ。カフェ行ってコーヒー飲んで、で今日はどうしようかな、まっすぐもうこのシートを座ったらね帰れそうな気もするんですよ。今もう3時ですけど、多分4時くらいに着くのかな。気持ちいい、涼しいですよこの辺。なんかセミ鳴いてますけどね。来ましたよ鎌倉2回目。やっぱり遅れましたね。去年もね結構遅れたんですよ。4時くらいに着いたのかな。のどかここまで来ると、さっきの首都高というか、あの東京都内の高速道路とえらい違い、もう迷うって感じないもんね。高速道路と迷うってどう思います？青森県民には考えられない話ですね。高速道路は迷いようがないので。いや東京は怖いわ。まあそれでもオープンで気持ちよく走りました。あれも慣れなんだろうな。慣れたら全然大丈夫なんでしょうね。
ました。じゃあちょっとだけゆっくりしましょうか。よいしょ。はあ、着いた着いた着いたよ。着きましたよ。よいしょ。はい、着きました。カフェ19番ですね。疲れた疲れた疲れたよ。着いた着いた、すんごい着いたよ。着きました着きました着きました。すげえ。どっちから入るのこれ。どっからだっけ。正面から。ラブローカル、ラブローカルです。カフェ、you、yeah.